ありがとう。うん、やろうよ。前髪綺麗。今日前髪綺麗だからな。この口いいですね。口の色。タクダパンさん、ダムダさん、ありがとう。にゃーって言ってください。シャー。口レブロンです。トロブがメイクし始めた。これ？これするの？トロちゃんやるの？すごい。にゃん。ワン。でもトロ似合いそう。この唇の色好き。おやすみなさい。目はみちゅが一番だよ。褒めてるよ。トロが？トロが？もうできたの？アイメイク好き。ありがとう。え、この色可愛くない？濃いけど。唇。明日もシックな今村配信しよう。今スクショタイムです。セクシーキャットは、あー、いろんな歌があった。一体じゃれあったりしたトロちゃん、そう、頭は犬なの。あざとい。いや、プレゼント届きました。ありがとう。めっちゃ可愛かった。
もうそろそろ猫飽きた。トロに威嚇してます。あーやさーやゆゆゆえ、ライオンにならライオンに。うるさいって。心配？ちちち？頭？大丈夫ですよ。トロちゃん笑ってる。お、嬉しい。笑顔にできてよかった。これね、メイク落としじゃないんですよね、これ。朝起きた時に顔を拭くやつなんよね。リフレッシュシートみたいな。初見です、ありがとうございます。またまた明日、明日は可愛くするので来てください。心配ないさ。そう、取れんくなっつった。こんばんは。いつももっと可愛いのにね。確かに、確かにそう。今日楽しかったって感じの配信なんですけどね。今日はね。おお。ヤッシーさん、はじめまして。ヤッシーさん、タワーありがとうございます。ミョンミョン、ありがとうです。ミョンミョン、ありがとう。初見です、大丈夫ですか。心配ないさ。ありがとう、ヤッシーさん。ハッピーハロウィン、ありがとう、ありがとうです。大丈夫ですかって言われたから、心配ないよって言った。大丈夫だよ。
顎が長く見える、これ隠そう。握手会行くのが怖くなってきた大丈夫大丈夫。なんでトロ怒ってたの？今日めっちゃ前髪綺麗じゃないでしょ。そうなんよ、今日めっちゃ前髪綺麗なんだけど、こっちに目が取られてね、前髪の綺麗さに多分気づく方はそんなにいないんですよね。ヤッシーさんタワーありがとう。あ、角生えてたから怒っとるだったのか。気づいてしまったねえ、すごいありがとう、嬉しい。あ、ありがとう。にゃーにゃーにゃー、ありがとう。一応したと思ってた人がそうじゃなかった。そうなのか。まあそれは怒っとらぶやね。トロ今ひなちゃんといるの？コッコもしないかな。かゆい、かゆ、かゆい、かゆくなっちゃった。何時までやるのね。どうしよう。うん、そういうことか。 DD ってバレますか？もちろん。明日まあまあ朝早いかも。うん、めっちゃ気持ちくない？え、皆さんも気持ちいいでしょ今の。シュッシュッシュッってしたらさ、落ちたね。するん。英検合格してておめでとう、すごい。トロ、なんで謝罪会見してるの？ここが取れんのんですけど。あと人撫でで落ちてしまうんです。人
人撫でで落ちるこちらの。でもこれメイク落としじゃないんよね。塗ってみた。こちらの商品なんとプライスフリーで。お嬢様キャラだと思ったけど面白キャラなんや。面白キャラではないですよ。お嬢様キャラです。どっちかと言ったらね。なんか逆に変な顔になった。黒くしすぎて。STA の今日来たんとやばいよ。そんな。狂気担当だなんて。いい感じ。目の下が黒いな。ドラム叩いてさ、本当？うん。次は何になろう。何かになって終わろう。初見で素顔見えてるけど、あ、そう。素顔ではないけど。ギャル、ギャルって難しくない？トロちゃんの機嫌治ったようです。私のおかげかしら。タノピさん、クマありがとう。クマ、白いクマありがとう。自分はね、どんだけどんだけギャルメイクユラがやって怒られてたの。怒られてたの？自分ね、どんだけメイクしてもね、あのメイク濃く見えないって言われるんですよね。だからギャルメイクできるかな。ギターが。
っとやってみます。お、片方だけ。何をすればいいんだろう。目が大きくなった。初見です。嘘だ。今日も来てありがとう。明日早いから。お、おやすみ。ギャルわかんない。あと何がありますか？あと何すればいい？つけま持ってない。チーク。今あんまり仮装してない。やばくない？まだやってたの。今はギャルメイクしてって言われたから、あけみちゃんみたい。あけみちゃん、熱海の温泉旅行に行こうよ。ダメよ、ダメダメ。いいじゃないの。ダメよ、ダメダメ。あれ、ギャルメイクじゃなかったですっけ。
あけみちゃんのためにおいしいご飯も用意したんだよ。ダメよ、ダメダメ。かわいい？ほんとに？めちゃめちゃ濃いけど。似てるでしょ、上手なの。小雨ダイヤさん、ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃん。すごい。ちゃんちゃかちゃんちゃんちゃちゃんちゃちゃん。なっちゃった。濃いのかな、顔濃いんかね。すごい濃い。おやすみ。派手派手ルンルンですけどね今。いや、涙袋書いてるんじゃないんですよ。書いてるんじゃなくてね、さっきね変な化粧してたらね、涙袋の下の線が取れなくなっちゃった。ノーズシャドウ？今鼻勝手に光ってるんですよね、上からの光で。リップはね、今レブロン。かわいい。かわいいね。色っぽいよ今。鼻に光がね、鼻にだけ光が当たらないようにしてます。チークかわいい、ありがとう。18歳ですね。この角度だったらそんなに濃く見えんね。なんかめっちゃ目でかくない？鼻高い？ありがとう。
ね、なんかいつもより目がでかいよね。ね。うん。メイクってすごい。メイクでこんなに変わるんです。ひろくんさんありがとう。メイクして君に、僕もメイクしようね。みんなでメイクしたい。めっちゃ下がったらめっちゃピンク、ほっぺた。全然違う。うわーすごい。なくなった。なんか塗ろ。ちょっと清楚。うん。赤い方が似合うかも。1、2。今日初めてと思ってみてください。ねえ、赤い方が似合うのかもしれん。こっちの方がいい。涙袋はしょうがないんですよね。服が黒だからか。こじこじさんありがとう。テスト勉強頑張れ。かわいい。いつもねアイラインがね茶色なんですけどね、今日は黒にしてみた。さっきね、今日アイライン引いてなかったんだけどね、配信で引いた。すごい、さっきと全然違う顔が。昨日見て世界一可愛いって思った。本当？世界一。口角？ありがとう。ね、いろんな顔でしたね今日。
鼻に光が。普段カラコンしない、いつもアイライン上引かないんですけど今日引いてみた。アイラインいつも引かなくてインラインしかしてないんですよ。インって言ってね、目のねキワキワにするやつが。ソーリー、インラインをね、インラインっていうものがあるんですけど、インラインしかしてなくてアイラインしかしてない、アイラインもしてない。インラインはそう、なんていうのこれ、粘膜にしてるの。インラインはここにしてるやつがインラインで、目の上にも皆さんが思ってるアイラインがアイラインなんですよ。自分はアイラインしてないんだけどね。そう、今日はアイラインしたから目がね大きいんだと思う。あと黒だし。みじゅの目の形アーモンドでしょ。女だけどその違い知らんかった。自分もトロに教えてもらった。トロー説明うまい、ほんと？アーモンドクロワッサン。お姉ちゃんにメイクされたことあるの？黒目と白目がちょうどいい。面白い。綺麗、ありがとう。あなた少し左上か。右目の最後の部分が上がってたから、そう上げてないのになんか上がってた。さっき旗手様さんありがとう。いやしんちゃんありがとうございます。待ってます。ぶっ放してぶっ飛ばして疲れちゃった。ありがとうございます。ぜひフォローをお願いします。リコちゃんありがとう。猫になろうかな。さっきより可愛くなった。うん。うん。よし、マリオさん48グループで一番好き。ありがとうございます。ナナさんお疲れ。もう少しで3時間ね。びっくり。私今日30分ぐらいで終わろうかなって思ってたぐらいだったのに。書きたい、そのあれ、あの白露
乃木フェスしなきゃ、大好き、ありがとう。フォロー秒でした、 Thank you。ハチさんありがとう。1日の8分の1をみつきちゃんに使ってしまった。1日の8分の1か、今日の朝もでも1時間ぐらいしたけん、欅瀬はやってないですね、音ゲーばっかり。うん、すごくない、上手じゃないアイドループしよう、 STU だってアイドループ。どういうこと？花？53点でした。アイドループ？うん、目の上にほくろ、目の上にほくろ、ありがとう。ポピパーパパーが好きなんです。だから今イベントがポピパパパーだからやらなきゃ。目の上にほくろどこにつければいいかわからん。今度見せてください。今練習してるんですよ。ポピポピポポポピピポンピピピポンピピポンピピポンポプ。セイポピポポピプセイピプセイポポポピプセイ。ポピプセイプルポピプセイプルポピプセイセイセイポピポポポピプポンピピポンピピポンピピポンポン。難しくない？セイセイセイポピポポポピピポン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 ポン。難しい。パピパパパピペポン、パピパパパピペポン、ピペペポン、ピペペポン、ピペポンポンプ。無理だね。ねえ難しい。パピパパピペ、パピパパパピペポン、ピペペポン、ピペペポン、ピペポンポンプ。おやすみ。I don't know.
セーフ。はあ、3時間経ちますね。3時間ずっと見てくれてたよっていう方いらっしゃいますか？おやすみぽい、せいせいせい、ぽぴぽぽぴぽぽん、ぽぴぽぽぽぴぽん、ぽぴぽぽん、ぽぴぽん、ぽぴぽん、ぽん、ぷるあお。中からでごめんなさい、全然大丈夫です。ありがとうございます。すごい。おやすみ。猫メイクからトロ見てたんだ。たまに抜けました。ありゃ、3時間見ても飽きないし、俺も初めて。おお、1時間2時間前何話しよったっけ。さっきとかトロとか見てないぜ。お父さんの初めまして。ああ、お父さんの話しよった。ヒロくんさん、ありがとう。メダルゲーム、あー、そうだそうだ。コインくれたおばあちゃん、そうだそうだ。懐かしい。みゆなの話、みゆなの話な。みゆな、なめろうさん、ありがとう。初見だけど楽しく見れてる、ありがとうございます。初見さん、ブーさん、ありがとう。トロの壇上に誰誰、内容のある3時間だった。よかった。朝もなんかねあればいいんですけどね。明日の朝は何が起こるでしょうか。それでは、感情を読んでいこうかなと思います。ポピパパパー、ポピパパパー。それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位つーもさん、12位りくさん、この流れ。11位ホタテ様さん、
10位セリアさん。9位ウエケイさん。ベイビー。8位リョンヘイさん。7位。あれあれ7位つうまさん。あれつうまさんさっきあれ変わったんだ。言ってくださいよ。言った私が見てなかったのか。13位たけとさん。6位チャーミーさん。だるま。5位しばっちさん。4位しゅうさん。3位ダダダダムダさん。2位スーさんさん。チャラチャチャチャンチャラチャ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 ラチャ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 ンチャラチャ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 バララババララババババチャラチャチャララチャラチャララチャ。そして1位はドゥルルルルルルンチャン、ヤッシーさん。ヤッシーさん、難しいこれ。ありがとうございます。ありがとうございました。日中今日の配信は今さん効果。メガネかけん系わからんのよね。それでは壇上を読んでいきたいと。間違えた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 。壇上を読んでいこうじゃなくて、今日のラッキーナンバー22番ドゥルルルンジャン。キミさん、ありがとうございます。キミさんラッキーボーイ。そして22の倍数44位ビルマさん。66位 BWV0997 さん。88位ハチさん。88位ハチさん、すごい。888ありがとうございます皆さん。3時間配信してました、知らぬ間に。ありがとうございました。それではおやすみなさい皆さん。今日も一日お疲れでした。ありがとうバイチロコ。おやすみちゅー。また。
バイバイ。おやすみ。